Hello everybody, this is George Cockle right here on Lazy Days。 今日は僕ね、グラミー賞にちょっとのコメントしようかなと思ってね、グラミー賞。 Because 僕はあんまりグラミー賞好きじゃなくて見てないのね。だってボブマーレー撮ってないんじゃないかな。で、ボブディランの風に吹かれても撮ってないしさ、そういうね、僕が好きなアーティストあんまり撮れてないんだよね。Anyway, here we go, Lazy Days。Alright, alright。 今年かな、66回目のグラミー賞をやって、今度ボニー・レイトさんがグラミー取ったんですよ。で、彼女73歳ベストソング、ソング・オブ・ザ・イヤーっていうのが一番の賞を彼女が取ったんで、そしてグラミー取るタイプのアーティストじゃないのに、ボニー・レイトは彼女の曲がすごく良くて、それでグラミー取れたんで、それ一緒に対抗してたのがビヨンセやアデルやテイラー・スウィフトやヘイリー・スタイルズなんだけど、なのにボニー・レイトが取っちゃったんだ。すごいよね。でなぜかというと、この曲がすごい曲で、Just like that your life can change if I hadn't looked away。 ある女の人が自分の子供が死んじゃうんだよね。その詩なんだけど、これはボニーが自分で書いた曲 で彼女は今まで子供もいないんだ。で実際これ実話じゃないのね。 Alright。 I watched him circle around the block finally stopped at mine。 家の周りぐるぐるね、車が回ってて、やっと私の家の前で止まったって、そしてちょっと時間かかったんだけど、すごい時間がたくさん余裕あるみたいに家まで来なかったんだよ、車が降りて。そしてやっと来たとしてノックされて、ドアをボニーっていうこの女の人が開けるとね、主人公開けると、すいませんが、このオリビア・ザンドさんってここに住んでいますかって聞いてきたのね。僕が持ってる地図なんかちょっとはっきりしてないからって。そして今度ボニーが、オリビア・サンドと言っていようかね、オリビア・サンドさんが、それはなんか彼女が持ってるもの、あなた欲しいのって、なんかそういう付き合いがあるのってね、聞くんだけど、そしたら知らないうちに、あんまり人を信用するタイプの人じゃないんだけど、このオリビア・サンドさんが彼を家に入れてあげたの。なんか信用できるかなと思ったんだけど、あんまりそういうこと私はしないけどってね。でもそれでも自分でも驚いちゃったんだ。でも彼の目の中で見えたものがなんか私を安心させたって。そしてコーラス入るとね、 And just like thatあっていう瞬間で人生が変わるんですよ。そしてそこで面白いこと言うのは、私はちょっとこっち向いた時がな、もうちょっとでもこっち向かなければ、私の息子はまだ一緒にいるかもしれない。だからきっとパッと目を離して惹かれちゃったんじゃないかな。はっきり言ってないんだけど、でもパッと向こうを向かなければ、まだ彼はまだ私と一緒にいるかもしれない。今日だったら25歳だな。で昔の子供のことを思い出してるのね、亡くなったことも。それでそのシミは切り抜けるナイフもどこもないし、その後悔はどんな飲んでもその後悔は消えない。で後悔って言ってるってことは、きっと彼女がパッて見てない時に惹かれちゃったんじゃないかな。そういう死んじゃったんだよね。そしてキリストが、よくキリストは平和に、心の平和と恵みを与えてくれるって言ってるけど、私はそれまで見つかってないんだっていう。それでまたバースに戻るんだけど、彼が入ってきて座って、
ため息して深い息を吸ったって言ってた。私の顔を見て、あなたの亡くした息子のことを聞いて、あなたがそこから消えちゃったっていうのも聞いてるんですよ。そして私はずっと何年もあなたを探してた。なんでかというと、あなたに知ってほしいことがあるんだよ。あなたの息子の心臓が私の命を吸ってくれて、命を作ってくれて、彼にも僕にも命をくれたあなたでしょ。だから息子の心臓が彼の体の中に入ってるんだね。それで人生すぐパッて変わるんだなって言って、彼の胸に頭をこうやって置いてね、自分の息子ともう一回いるような気持ちになった。今までずっと暗闇にいたんだけど、この夜は永遠と続くと思ったんです。でもやっとその恵みが私を見つけてくれた。そして来た気持ちでこの彼を受け入れた。だから自分の亡くなった子供の心臓が違う人の胸に入ってて、二人の命を彼女はあげたっていうストーリーだ。だからこういうストーリーだからグラミー取れたんじゃないかな。で本当グラミーってこういう曲にね、深い曲にはあんまりグラミー与えないけど、今回ボニー・レイトを取りました。 Just Like That、 ボニー・レイト登録お願いします。